日本は、着物博物館日本は、着物博物館は、かつて、広島県福山市松永町にあった履物をテーマにした、広島県の登録博物館である。JR 西日本松永駅南口東方に位置し、同じ敷地内に、日本郷土玩具博物館も併設されていた。財団法人違法文化財団が、運営管理していたが、2013年に閉館となる。 かつての松永湾には塩田が広がっており、各地から生煙の燃料として木材が送られていた。その木材を加工する産業として始まったのが、下駄の製造である。松永の下駄は、日本一の占有率を有しているが、ライフスタイルの変化で産業としては衰退。1978年に、丸山もすけが、下駄作りを始めて100周年を記念して、開館したのが東博物館であった。 館長は、丸山茂げ主任学芸員に、牛尾田哲夫がいた。博物館の施設は、丸山商店の事務所や下駄工場などの設備を活用したもので、かつては、博物館内の貯木場跡まで、松永湾からの水路があったが、都市計画によって埋め立てられて消滅。また、日本で唯一の履物専門の博物館であり、 日本だけでなく古代エジプトのサンダルから宇宙服の靴、著名なアスリートが競技で使用した靴など、古今東西の様々な履物が収蔵されていた。収蔵品である約1万3000点の履物コレクションのうち2266点が国の重要有形民族文化財に指定されている。か敷地内にはかつての下駄工場の様子が再現された作業小屋や、 岡本太郎による足跡広場があった。入館者源などに伴う収益悪化と建物の耐震性を理由に併設する日本郷土玩具博物館とともに2013年11月24日をもって閉館。耐震基準に満たない展示館の解体を行った。2015年3月末に福山市は運営していた財団法人の生産法人から博物館を寄付してもらい、 日本郷土玩具博物館とともに施設や収蔵品を福山市が引き継いで収蔵品の選択と整理を行い同年7月4日には後継施設となる福山市松永は着物資料館を当地に開業させた。ありがとうございます。